おはようございます。簡単マイコン教室おちゃん先生の土井です。木金土はメタバースをテーマにやっています。で、今はVR チャットっていう VR 空間で、お話しするアプリの上に世界を作ろうっていうので、世界作った後アバターにチャレンジしてます。で、アバターもなんかクエスト用と PC 用とかあって、それをどうするかっていうのがいろいろやりながらなんかいろいろ見てると、普通はアバター両方用とかワールドも両方どちらからでも入れるみたいになってるんですけど、なんか普通に作っていくと別々に作るっていう風になっていて、どうやって一緒に作るのかなとか、いろんな疑問があったんですけど、それを解決するべく、アバターとこけたっていうのもあるんですけど、とこのこういうチャンネルですね。今 URL、 ごめんなさい、別のものが映りました。とこのあれですね、PC 版の Chrome で見ている画面で、この VR チャット初心向けガイドっていうところに、いろんなステップがある中のエクストラですね、おまけみたいな感じのページなんだと思うんですけど、それのエクストラ B っていうので、クエスト対応アバターのアップロードっていうのに書いてあるので、これをフォローしようということで、前回もこれざっと見ました。で、今日はこれを実際やっていこうと思っています。で、まず、この辺りの前提は今までずっといろいろやってきたのでできているということで、と具体的にはこういうふうに作業しましょう。このミッシングリミーバーツール、このダイナミックボーンが残っていればっていうことなんですけど、今日この中でやらせていただくのは、それ用のアバターをダウンロードしてみたいな形になってたと思います。で、これをサンプルとしてダウンロードしましょうということで、これダウンロードしてあったんじゃないかな。ちょっと確認しますね。はい、エクスプローラー開いたら、やはりちゃんとここにダウンロードされていたので、これをちょっとすべて展開してみます。はい、展開。で、こんな形でダウンロードホルダーの中に展開されて、と、リードミーだとか、あと導入方法だとか、あとブレンダーのデータなんですかね、 PSD なんかこんなのもあったり、これがユニティパッケージなんで、これが多分いるやつなんでしょうね。82メガほどあります。これをダウンロードしました。このポリゴン数が少ないっていうのが特徴みたいです。で、下準備っていうことで、で、この下準備は何ですかね。あ、もうこれを読みましょうっていうことなんですね。で、アバターの設置ができていればいいですよっていうことで、これ見てると何もないカメラとライトとサンプルシーンなので、まず作っていきましょう。 VCC 起動してセカンドアバターぐらいにしておきますか。アバターを作る、ファーストアバターを作ったので、セカンドアバター、日付入れておきましょうか。今日は23日です。で、この中、ちょっと見にくい隠れファイルのフォルダのところなんですけど、ここにもう作っちゃいます。いつもあるところですね。これで作って、このあたりはもう何でも後でも追加できるので、アバターですね。で、これでもう早速開きましょう。これでユニティが起動しだして、この下準備っていうのは終わって、さっきのダウンロードしたやつを入れればいいんだと思います。インポートから先をやりますというので、この VCC の4、これ多分インストールなんだと思うんですよね。導入、インポート、ここまでだから本体のインストールぐらいまでを要求してるんだと思います。で、ここか、これがもうアバターのアップ
フロードですよね、ステップ4自体がこれなので、ここから、こういう作業をする公式サイト VCC、これも入っているので大丈夫ですね。導入は終わっていて、ユニティ立ち上がりましたか。最初のユニティ、プロジェクトを作って立ち上がるっていうのは本当に時間がかかるので、かなり待たされますね。で、ユニティが立ち上がったら、パッケージを、これか、アセッツインポートパッケージからカスタムパッケージでこれをインストールしましょうと。インストール、インポートしましょうと。で、こういうのが出てきて、で、インポートを押して、これだけ出てきますよというふうに書いてあります。なんかまだ続いてますね。いろんな、VR チャットに関するものをインポートして立ち上がってくるっていうのが、VCC 使うとやってくれるので、これで立ち上がりました。で、アセットの、インポートパッケージのカスタムパッケージで、と、先ほどのダウンロードフォルダーにある、これの中の、これを開くと。で、すると、こう、ざーっと出てくるので、そのままインポートボタンを押しましょうと。これもちょっと時間かかるんじゃないのかな。で、アセットの中にずらずらっと並びますよと。今始まりましたよね。で、同じくインポート少し、待ちましょう。だから、多分待たされるんですよね。で、こうなって、アバターが追加されていれば OK で、で、これの中のこんなユニティマーク、アセットのこのフォルダの中のこれをここに落としてあげると、ずらずらっとアバターが並びますよということになります。出てこない。でもこれは終わったのかな。で、これを開いて、こうなりましたよね。で、これをここにピッて入れるとこんな風になりますよというので、ちょっと近づいてみましょうか。サイズの大小。種類的には5種類ってことですかね。5種類で着物2番目、これぐらいがいいですかね。なんか上にこんなのついてますよね。で、これで今どこまで行ったかっていうと、ずらずらと並ぶここまで。これも頭にこうついてますね。で、これで、選びましょうっていうことなんですね。こう、苦しいに複製しましょうということで、これにしたいって言うとこうなるので、これをここに移動して、で、これをリムーブするのかな。すると全部消えるのかな。で、上にやりました。同じものを結果的に選んでるのかな、サイトと。ちょっとバージョン上がってるんですね。これを上げました。違う、これを上げたんだな。これを上に引っ張ってきました。で、残りのやつを消しましょうということなので、上げた後、ここに来てますねと。下の、
リムーブシーン、ここを選んでってことか。ここを選んでリムーブシーンとしましょうと。ここを選んでリムーブシーンと。はい、これでこれだけになったのか。はい、シンプルになりました。これでアバターだけになって、で次に、シンプルになってこれでアップロードする。最初に PC 版でアップロードするということで、はい、今日もすでに10分経ってますね。ちょっと今日はこの後忙しいというか用事が立て込んでいるのでこの辺りにするのがいいのかもしれませんが、まずこれでこのショーコントロールパネル、はい、ちょっとログインします。はい、無事ログインができたので、これでビルダーに移って、でまず最初が PC 版、今ちょうど PC 版になってますよね。PC 版で、うん、同じようになっていて、これをクリックしますと。で、これでアップロード。うん。ここの確認ぐらいまでいきましょうか。はい。じゃあ、これで、パブリッシュ。できましたね、一回セーブしとけって言ってるのかな。あ、でももう始まっちゃいましたね。まあ一旦セーブプロジェクト、はい、でパブリッシュが始まってビルドが終わって、アバター、ここ名前なんかすごくちっちゃいんですよねこれね。セカンド、あ、0823としておいて、で、チェックはこれに入れて、はい、アップロードします。持ち上げれなくなっちゃいました。今ここの一生懸命アップロードしてる間はこれが触れないのかな。サイズを変えれるんですけど、無事アップロードが進んでいるようです。エラー、アップデートも、これを保存しなきゃいけなかったんですかね。やっぱり名前をつけて、セコンド、0823、一旦ここのここに名前をつけて保存します。でうまくいってないような気がするんですよね。もう一回、なぜかというと下に何か出てんですよね。サーバーエラーって出てて、もう一回やりますね。もう一回押しました。今度はセーブは出ず、はい、進んでいってます。Android サポート Yes になってますね。0823の A かなんかにしておきましょうか。さっきと別の名前にしておきます。失敗してるかもしれないので、うん、
やっぱなんかこの時は持ち上がらないですね、始まっちゃうと。今度はエラーなくアップしてほしいんですが。エラーが出ちゃいますね。アップデートコンプリート CU アップデートコンテント見れるよとは出てますよね。なんかブルーポイントのエラーが出てるんですが、でここがノーじゃなくてここがイエスになっちゃってるんですよね。ID テープキーディプリケートキーエラー、コレクトアバター、なんかエラーが一つ出てるんですが、これでも見えるっていうふうになっているので、いつもだったらこれでローンチが出てくるんですけど。はい、ということで一応アップロードはできていて、いつもだったらスムーズにいくとここで、ブラウザ越しにVR チャットが呼び出せるんですけど、ちょっとエラーも出てることもあって、今日はここまでにさせていただきたく思います。はい、明日は、この先、ちゃんとアップロードされてれば、VR チャットをちゃんと起動して、確認すれば見えると思うので、まずは、なんかエラーが出るけど、アップロードコンプリートとも出てるし、アップデートかな。ちょっと現象が今一つ自分自身できちっと把握できていないので、これ以上やると時間もかかりますし、今日この後予定もあるので、これぐらいにさせていただけたらと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、木金土はメタバース、月火水曜はマイクロビットの説明動画というよりか私が勉強している様子を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。